この時間は IPO インタビューのコーナーです本日東証グロース市場に新規上場した証券コード9237株式会社エミメン代表取締役社長江波正史さんにお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします先ほど初値がつきまして1801円ということでしたそれでは会社の事業内容からご紹介いただけますでしょうかはいありがとうございますはい 当社はですね事業の社会的な価値を最優先に置くインパクト企業としてミッション,ドリミッションビジョンドリブンな会社運営を行っております特徴としましてはこのビジョンの高齢者が笑顔でいる未来を検出するというビジョンまでの道筋もですねこの「セオリー・オブ・チェンジ」であったり「中間ゴール」というようなプロセスを置いているというのが特徴でございますセオリー・オブ・チェンジなどについては詳しく講じさせていただきたいなと思っております 2種のサービスを提供しておりまして左側シニアライフサポート事業こちらがメイン事業でございますがシニアホームをお探しのシニアホームというのは当社は民間の老人ホームのことをシニアホームと呼ばさせていただいておりますシニアホーム紹介サービスといいますとシニアホームをお探しの高齢者やその家族の方にですねベストマッチするシニアホームをご紹介するサービスでございますまた右側のシニアホーム運営コンサルティングこちらは取引シニアホームに対しての運営コンサルティング アドバイスをさせていただくような事業になっております。ではメインのシニアホーム紹介サービスからご説明させていただきます。はい。こちらが全体のですねシニアホーム紹介サービスのビジネスモデル図になります。真ん中左側の紹介パートナーとありますが。 MSW やケアマネージャーなどと書いてありますがこちらはですねメディカルソーシャルワーカーという方々の略でございます MSW 病院にいらっしゃる方で入院患者さんの退院であったり転院の調整をする奏者のお仕事を担っている方々ですねケアマネージャーといいますと介護の自宅で主に自宅で介護を受けている方のケアプランを作成するキーマンの方々でございますこういった方々から当社紹介パートナーとして入居対象者とその家族 の情報をいただきますそして2番目に対面を原則としたヒアリングを行いましてベストマッチすするであろうシニアホームの情報を提供いたしますそして入居に至って当社マネタイズとしましては成果報酬でシニアホーム運営事業者から手数料をいただくという形になっているんですが実はですねマネタイズ自体はフローな形なんですがこの紹介パートナーさんからのリピートの相談継続的にそあの紹介をいただけると。 いう形になりますので事業としてはですね積み上げ式の事業構造となっているのが特徴でございます。そしてですねこの左側、あのー、シニアホームに入居したいと、入居対象者とその家族、笑顔で始まっているんですがこれ実態はですねなかなかそういうわけにはないのが次のページでございます。ははい、はいこれあのー 笑顔で始まるケースというのは本当に少なくてですねあの誤解から始まっているケースというのが大変多い形でございます誤解から始まっているはい。シニアホームはいつも入居待ちで入れないというような誤解ですこれは<ー>はい特別養護老人ホームとの認識の混合によって起こっていることですまた民間のシニアホームは高額で私たちは無理とこれはですね 昔やはり介護保険始まる前とかですね高額なホームしか民間ではなかったことであったり今でも富裕層向けの方々のホームというのは供給されてるんですけどまあ、にですに、ねえー、広告をそういうホームの方が打つということで一般の方あの目に触れやすいんですね富裕層向けのホームだから単純に目に触れやすいのであやっぱり民間のホームというと高いんだなというような印象になってしまっているこういった誤解からですねシニアホーム探しの諦めということが起こっておりまして これがですねこの上にございますビジネスケアラー労働介護ヤングケアラーまた、えー、孤独死であったりですね、えー、介護心中といったあの悲しい事件が引き起こす一つの要因になっているというところでございます、うん、はい、当社はですね家族の介護家族の方々にですね心の介護に専念していただく これが本人にとっても家族さんにとっても良いことだというふうに捉えておりましてそのようなきっかけになる仕組みとしまして当社はううここで,です、ね、しっかり訓練を受けた当社のコーディネーターがです、ね、介護にまつわる専門知識等々を、えー、提供しまして誤解を解いて罪悪感を軽減してで、えー、前向きにシニアホームを検討いただく機会になるとそういった場を設定しております。はい はい、あの対面で紹介するというのも、まあ、そういう考え方が背景にあるということなんでしょうかねねそうです、ね、やはりあのお客様の要望を整理したいとかですね隠れたニーズを引き出すということが大変重要な仕事でございますので、はい、対面で行うことの強みでございますあ、はいえー、それではもう1つ、えー、次にシニアホーム運営コンサルティング、はいえー、こちらの事業についてご紹介いただけますでしょうか。はい 当社は現在8800を超えるシニアホームと提携を行っておりまして取引シニアホームに対してコンサルティングを行っています今まではです、ね、当社コンサルタントがシニアホームに対して運営日常の運営に関わる効率化であったりですね新規のホーム開設の際のコンサルティングを提供してまいりましたこちらのやり方でもです、ね、左側のグラフのように順調な成長を遂げてきましたが今後ですねやはりもっと社会的インパクト さらに事業成長を目指すためにプラットフォームが必要だというふうに考えておりましてシニアホーム向けのプラットフォームサイトを今期開設いたしましたこちらの登録がですね月次ペースで右下のグラフでございますがかなりの勢いで進んでいる状況でございますわかりました、えー、それではあの冒頭でございましたあのセオリー・オブ・チェンジなどの点についてご紹介いただけますでしょうかはいありがとうございます。 直訳すると変化の理論ということでございますがこちらはですね社会課題にに対して変化をを起こすすすたたためめ必要な理論を自分たちででデザインするためのツールでございます、はい、当社の場合ですねまずは当社の中間ゴールである介護家族にとってホーム介護の利用がポジティブ当たり前になっている状態に対して当社が提供する2サービスを使って記載のように変化させることを目指しております。 またですね下にございますように社会的インパクトと財務的インパクトこれを両立するインパクト KPI というのを4つ設定しているのが当社の特徴でございいますはい、そして御社 SDGs に対しても目標設定されているということなんですけれども、はい、こちらについてもご紹介いただけますでしょううかはいいありがとうございます当社ですね SDGs の目標に対しては5番を設定しております5の4というところです。あの よくです、ね、介護の企業ヘルスケアの企業 s d g 3番のターゲット全ての人に健康と福祉をというターゲットでこれが一見合致しているように見えるんですが実はこの目標というのは詳細ターゲットまで確認しますと開発途上国での伝染病であったり医療の不足こういった詳細ターゲットになってますので当社のサービスを検証した結果この5の4が合致するというふうに捉えております右側見ていただきましたらですね 当社サービスを受けていただいたあ一に 1, 時1日で介護にかける時間が8時間以上減ったというのが回答の最大これがこの5番の目標のインパクトを出しているとまたその下ですねこの減った時間を何に使ってますかというアンケートを取っているんですがこれ仕事ということでございまして前述しましたビジネスケアラーの解消などにも寄与しているー、はい、サービスだというふうに確認できておりますはい、えー、分かりました。 えー、それでは続きまして、えー、業績の面について教えていただけますでしょうかはいありがとうございます、えー、創業から2019年まで、えー、順調に着実に成長してまいりましたが2020年にですねコロナの第1波とですね非公開事業でございましたシェアハウス事業の売却というのがございましたので、えー、成長が鈍化しましたそこからコロナ禍を抜けるにつれて今また成長局面に加速局面に入っております 計上利益額としましては4期赤字を計上しまして前期から黒字化し今期も順調な推移をしておりますそれでは続きまして御社の強みについてご紹介いただけますか、はいはい、強みは大変シンプルに考えていまして現状のマーケット環境当社のポジショニングについて大変良い状態だと考えておりますのでさらにです、ね、コーディネーターを人材を育成再現することが勝ち筋だと考えておりまして当社 人材の PDCA サイクルをオペレーショナルエクセレンスという形で作っておりまして例えばこの左側の DO の実践でございましたら動画によるノウハウ動画これを300本以上社内で保有しておりますこれをですねコーディネーターがクイックに予習復習を行える体制にしオペレーションのカタカを実践できる体制となっていますまた右側にありますようにコーディネーターの細かい気づきをですね社内の全体ナレッジに昇華させる知恵袋というような仕組みがあったりします このようにですね、コーディネーターが育つ仕組みがあることと、それを科学的にですね成果を分析してフィードバックを行い、そしてそれを改善するという文化が根付いていることが当社の強みだというふうに捉えております。はい。それでは今後のビジネス展開についてもお伺いしたいと思います。はい。成長戦略はどのようなイメージでしょうか。はい。ありがとうございます。成長戦略もシンプルで捉えておりまして、このシニアホーム紹介サービスは連続的な成長を目指します。 主要エリアでございますまだまだ紹介パートナーですね当社サービスを利用いただいていない紹介パートナーがいらっしゃいますので主要エリアは主要エリアの振興を行うとこれはですね当社ベテランのコーディネーターになりますと同じ紹介パートナーからずっと継続でですね紹介いただくことになりますので新しく紹介パートナーにアプローチできてないということが要因でございますのでやはり新しいコーディネーターを育てるということが成長戦略となっております次のページお願いしますはい でコンサルティングサービスの成長戦略なんですがこちらは逆に非連続な成長を目指すということでなっております。プラットフォームを用いて新規の開設のコンサルティングをさらに広げることとシニアホーム向けプロダクトの反則支援こちらが本格化していきます。シニアホーム向けプロダクトはです、ね、有料なプロダクトでも販売チャンネルを作れていないことによりです、ね、売れていない有料なプロダクトが大変あります。 この辺ですね介護というのはですねあの介護テックなんかに代表されますがテクノロジーにより本当に劇的な業務改善や高齢者や働く方々の安全とか尊厳が守れるような介護テックプロダクトこういった導入,こういう導入意義が大変大きいものがたくさんございますのでそれらの反則を支援するプラットフォームを構築していく予定でございます。わかりました こう非常にこう社会的意義の大きいビジネスですね。はい、ありがとうございます。えそれからあの、はい、え社名のエみメンというのがですね、はい、こう、はい、まあユニークなこう印象を受けるんですけれども、はいはい、これはどういったことが由来にあるんでしょうか。はい、こちらはなかなか読んでいただけないんですけど、一発でははいあの読みにくい漢字三文字の話です。こちらはですね、日本の伝統芸能であります武学。 はい、から来ておりまして、武学の二の前でですね、高齢者の笑顔の面をつけてですね、舞う演目があります。はい、こ,こ高齢者を笑顔にしたいという思いから、えー、武学から漢字を書いてですね、この笑み面という社名をつくつけました。は,い、はあ、はい、武学に由来しているということなんですか。はい。はい。はいえー、それでは、えー、最後になりますけれども、はいえー、投資家の皆さんに向けて、えーはい、メッセージをお願いします。はい。 当社はこれまでたくさんのステークホルダーの皆様に愛され支えてきていただきました IPO を機にさらにたくさんの方々に認知され応援いただけることを楽しみにしております深刻な社会課題の解消と財務的な会社の成長を両立していきたく考えております今後のエミメンの活動も応援いただけますと幸いです本日はありがとうございましたはい、この時間はエミメンの江波正史社長にお伺いしました今日はありがとうございましたありがとうございました